皆さん、ゆっくり霊夢です。まったくもう、マリサったら、どこに行ったのかしら。おーおい霊夢、ようやく見つけたぜ。何やってんのよ、あんた。っていうかさ、今って改札に切符切りの人がいないんだな。久々に汽車に乗ったけど、さすが東京は違うぜ。あんたいつの時代の人間よ、あ、まんじゅうだったわ。しかしすげえな、電車逃がしてもすぐ来るしさ。どこに人が入るんだろうってくらい乗っていても、不思議と詰め込まれていくんだよな。俺の田舎じゃ2時間に1本だもんな。それにお祭りでもないのに人がいっぱいいるんだぜ。おのぼりさん丸だしね、まあしょうがないけど。でさ、なんで俺たち東京なんかにいるんだ。いつもの茶の間でストーブに当たってようぜ。あんたも引きこもってばかりじゃなくたまには外に出たらと思ってね。こんな寒い時期に外に出たらお肌が乾燥しちゃうじゃん。あんた暑かろうが寒かろうがずっと部屋にいるでしょ、たまには外の空気に当たりなさい。というわけで、今日は東京駅にやってきました。今私たちがいるのがここ、丸の内口です。丸の内ってことはここは昔は江戸城の敷地だったってこと。そうね、丸の内はいわゆる天下不侵による埋め立てでできた場所なのよ。そうか、元は日比谷入江って言われていた海だったんだよな。そうね、それでここら辺は特に本丸に近いことから。主に審判や不代大名の屋敷が置かれ、大名工事なんて呼ばれていたの。明治維新後に屋敷は取り壊されて陸軍の施設になるんだけど、せっかくの一等地が台無しなんだな。明治維新後は各藩の江戸屋敷、特に審判、不代の屋敷は政府に接収されて、一部を政府関係の施設として活用したんだけど、霞が関に省庁が多いのや、大使館に元藩邸跡が多いのはこういう経緯なんだな。江戸の 70% を占めたと言われる大名屋敷の土地はまだまだたくさんあったので、余った屋敷跡を後の財閥となる三井、三菱などの商人に格安で払い下げたわ。政府に接収された丸の内は、維新後は陸軍の練兵所となっていたんだけど、その後陸軍が移設されると、人の手も入らない荒れた草原となっていたのよ。1890年、三菱の二代目当主、岩崎屋之助に150万円で払い下げられて、それ以降は三菱ヶ原、と呼ばれたわ。そうか、それで丸の内は三菱が開拓していくわけなんだな。今でも丸の内に三菱グループのビルがたくさんあるのは、それがきっかけだったってわけよね。そして、この東京駅は1914年に完成したわ。壮麗な建物だよな。で、何のために東京に来たんだ。東京駅を開設するわけじゃないんだよな。これから江戸城跡へ向かうわ。うへえ、歩くの嫌い。さて、東京駅丸の内口より徒歩10分、皇居お手門前に来ました。ひえー、こんなに歩いたのは久しぶりなんだぜ、勘弁してくれ。あのね、こんなんで値を上げてどうすんのよ。ここは江戸城の内郭で本丸、二の丸があった場所よ。現在は皇居東御苑として、一般開放されているわ。Excuse me. 竹橋駅はどこですか？うへぇ、ノースピークイングリッシュなんだぜ。そうですか、わかりました、お手数おかけしました。ひえー、生まれて初めて外人と話したんだぜ、緊張したー。で、この大手門は、渡り櫓と高麗門からなる枡形門で、高い防御性があったわ。戦災で失ってしまったため、現在あるのは1963年に復元されたものね。江戸城に月並み途上する大名や旗本は、必ずこの門か、後で出てくる貴重門を通ることになっていたわけ。この大手門前には、下馬札、があって、上与格がない者はここで馬から降りなければならない決まりだったの。大名は上与格だから、カゴに乗ったまま通過できたってわけか。
この大手門は、江戸城の見附の中でも最も警備が厳重で、10万石以上の譜代大名が交代で担当し、総勢90名を超える門番が昼夜分かたず守っていたの。お、行ったそばから警備の人だな。はいはい、手荷物見せてくださいね。入り口で手荷物検査があるみたいね。あなたたち、国籍は、パスポートある。っていうか頭から下はどうしたの？いや、俺たち日本生まれだし、それに饅頭だから、決して怪しいものでは。あ、私たちこういったものです。わかりました、どうぞ。お前って何者？今何を見せたんだよ。うっふ、内緒よ、内緒。じゃあサクサク行きましょう。大手門を出たら、発見所で札をもらいます。あ、これって帰りに返すやつだな。なくさないようにね。そして、入ってしばらく行くと見える大きな石垣が、大手さんの門跡。ここは将軍の住む本丸御殿の入り口となる重要な門で、別名、下城門、と言われたわ。登場してきた大名は、ここでカゴから降りなければならず。この下城門をカゴに乗ったまま通れた大名は、御三家のみであったわ。門の跡ってことは、ここにも櫓が立っていたんだろうな。櫓だけではなく、当時は堀や、それにかかる橋があったのね。お堀は埋め立てられたんだな。そうね。そして門を入ってすぐ右側に見えるのが、同心番所。番所って今の交番だよな。ここでは警備詰所といったところね。もともとは三の門の外側にあったものが、今は内側に移設されたものなの。なるほど、出入り口の守衛所みたいな役割だったわけか。ここでは、幕府の下級役人である同心が詰め、主に大名のお供で来た人を監視していたらしいわ。お供に不審者が紛れているかもしれないからな。三の門を過ぎると左に見えるのが、百人番所。ここも三の門を守るための警備の詰め所なんだけど、江戸城内最大の番所で、本丸、二の丸への最後の検問所であり、百人組と呼ばれる四組からなる若年寄り直轄の精鋭集団で、各組より木20人と、同心100人ずつが交代で詰めていたわ。まさに将軍警護の精鋭集団っていうところか。この百人番所は、数少ない江戸時代から残る江戸城の遺構なのよ。二条城にも番所があったけど、同じ作りの建物だったよな。百人番所を左に見て、右に見えるのが、中の門跡。しかし、この石垣はすごいぜ。他のお城とは比べ物にならないくらいだな。そうね、日本最大の江戸城の中でも、この門の石垣は最大級で、重さ36トンもの巨石で築かれた、城内最大規模の石組みが見られるわ。うん、この石垣があれば天守いらないな。そうね、この石組みを見た諸大名は、徳川家の威信を如実に思い知らされたことと思うわ。こういった、見張り番所併用の城門を、見附、と言うんだけど、江戸城の内郭、外郭にはこの見附が96もあったと言われているわ。中の門を警備していたのが、門を入ってすぐ右手に見える大番所で、ここが本丸までの最後の番所になるわね。警備上極めて重要ってことだな。中の門から曲がりくねった道を行くと、中尺門跡。ここは本丸御殿に続く最後の門ね。家光寺の天守の石垣を移築したもので、幕末に起きた火事の跡が残っているわ。大名たちはここから本丸へと登っていったってわけなのか。ここを抜けると、かつての本丸御殿があった場所に行くの。この日本の欅は、かつての本丸御殿の玄関があった場所を示しているわ。ほえー、なるほどな。本丸跡は今は広場になっているってわけか。
本丸跡に入ったら、あとは左回りで進んでみましょう。本丸の南側にそびえ立つ、富士見櫓。これは有名なやつだよな。櫓っていうのは、防御用の監視塔のことだよな。そう、戦において倉庫や防御の役割を持つ櫓は、江戸城内に19あったと言われていて、現在残っているのは、この富士見櫓と桜田辰巳櫓、そして伏見櫓の3つのみで、中でもこの富士見櫓は唯一の三重櫓で、明暦の大火で焼失してから再建されなかった天守の代用にもなっていたの。戦がない時代には無用の長物だろうけど、大名や庶民に見上げさせるっていう意味では、天守って大事だとは思うんだけどな。ここからは江戸市内や東京湾が一望でき、将軍はこの櫓から、品川の海や両国の花火を見たと言われているわ。さらに進みましょう。現在では事件を忍ばせるものは何も残っていないけど。松の王廊かと。そういえば、年末に長いこと解説やったっけ。あの赤穂事件のきっかけになった場所だよな。ここが1701年に起こった人情事件で有名な、松の王廊かとね。事件については詳細な解説動画を上げてありますので、興味のある方はご覧になってみてください。しかし、さっきの欅があったところが玄関で、ここが松の廊下ってことは、本丸の表だけでも随分な広さなんだな。この松の廊下は、大廊下や大広間などの諸大名の待機部屋から、将軍のいる城書院へ続く、重要な場所だったのよね。本丸は公的な行事が行われる表、と、将軍の生活空間である中奥、そして将軍の正室や側室の住む、有名な大奥の3つに分かれていたわ。これも前に解説でやったよな。気になる人は見てみてくれってやつだな。松の廊下からすぐに見えるこの場所。富士見多聞櫓。ん？同じ櫓でもさっきの富士見櫓とは何が違うんだ。多聞とは、防御を兼ね備えて石垣の上に設けた、長屋造りの倉庫のことよ。この中に鉄砲や弓矢を保管して、敵に攻められた時に迎撃するのね。お、中に入れるみたいだな。そうか、この窓から鉄砲を撃って城を守るのか。江戸時代にはこの、多聞、が各所に築かれていたけど、今はこの富士見多聞のみね。なるほどな。そろそろ行きましょうか。さて、ここら辺は大奥があったあたりなんだけど、ここに石室と呼ばれる倉庫があるわ。普通に考えると大奥用の物置ってところかな。抜け道とか金蔵とか諸説あるけど、場所柄を考えると大奥の調度品を火事の際避難させるための場所だったと考えるのが自然じゃないかしら。石室よりしばらく進みます。そして、お待ちかね天守台。これは明暦の大火の焼け残りなのか。これは再建用に新たに築造された天守台なのよ。天守台だけは新しくできたけど、結局再建はできなかったんだな。幕閣の重鎮だった会津の星名正幸の判断で、城下町の復興を最優先したため、結局再建は断念されたわ。高さ11メートル、東西41メートル、南北45メートルという広大なもので、加賀の前だけに命じて築造されたと伝わるわ。加賀100万石か。無駄に領地が広いと、こんなとんでもない金のかかることをやらされてしまうのは考えものだよな。見学用にスロープが作られているので、上に上がってみましょう。なんか、味気ないと思ってしまうのは俺だけかな。よく見えるぜ。ここに大奥をはじめとする江戸城の本丸があったのか、なんか感慨だな。天守が再建されていたら、さぞ雄大な眺めだったんでしょうね。もっとも、
度重なる震災や戦災で消失してしまっていた可能性の方が高いと思われるんだけど、寛永期の天守の設計図が残っているから、再建しようって動きもあるらしいのよね。まあ、皇居の一部分扱いだから、民間レベルではなかなか難しいんだろうな。これは今後の若い人たちに声を上げてもらって、ぜひ実現させてほしいところよね。天守台を降りてすぐ。天守の北側。北羽橋門。ここは、本丸御殿から外郭に出る唯一の門で、ここに掘られた三日月堀に架かる橋は、有事の際に跳ね上がる仕組みになっていたのよね。今は石橋に架け替えられているけれど。なるほど、江戸城がいかに堅固な要塞だったかがよくわかったぜ。北羽橋から東に向かいましょう。太田道灌が植えた50本の梅の木が由来となり、本丸から二の丸を隔てた門、上梅林門、下梅林門跡を通って、二の丸庭園。ここは二の丸御殿があった場所に、家重時代を再現して戦後整備された、紀仙回遊式の庭園があるわ。二の丸ってどんな場所だったっけ？確か西の丸は将軍の正室の住居だったんだよな。二の丸は秀忠の時代、将軍の別邸として建築されたもので、本丸やそれに倣って作られた西の丸に比べれば、より簡素、かつ将軍の趣味思考が色濃く反映された建物だったわ。なるほど、将軍の趣味のための別荘ってことね。最初に建てられた二の丸は、家光の正室の家綱を住まわせるために取り壊され、本丸を簡素にした作りのものに建て替えられてしまうの。以降はもっぱら前将軍の正室や、側室の住居として使われ、度重なる火事による建て替えを経験しながら、幕末に消失し、現在に至るわ。二の丸庭園の散策が終わったら、北側に行きましょう。ここは平川門。あ、これ忠臣蔵でやったぜ。別名不条門って言って、罪人が通る場所だったんだよな。平川門は多くの女中や、大名以外の役人の通用口として使われたようね。あれ、でも不浄な門って。今回調べた限りでは、平川門の脇にあった門をくぐって、罪人や死人、糞尿を城外に出していたため、後年になって、平川門自体が不浄門と呼ばれるようになったらしいのよ。ここから出されたと言われる人物に、赤穂事件の浅野長典や、江島生島事件の江島なんかが有名よね。浅野や江島は死人や糞尿と同じ扱いだったなんて。平川門を出て、今度は外側を巡ってみましょう。ふえー、疲れたぜ。右回りに回って、大手門を過ぎると。桜田辰巳櫓。東京駅から歩いてきた時に、最初に目に入る櫓だよな。東南、つまり辰巳の方角にあることから、この名前が付けられたと言われているわ。こうして改めて来てみると、西の丸が皇居なんだな。俺はてっきり本丸の場所に宮殿があるもんだとばかり思っていたぜ。本丸と二の丸はね、幕末の1867年に消失してしまったのよ。火事ばかりでお城はボロボロだったんだな。いかに堅固な造りの要塞も、火事ばかりでは刀なしのような気がしないでもないが。この頃の幕府に、往年の豪華絢爛な本丸を再建できる体力はなかったわ。だから14代の家持ちは西の丸に居住したし、最後の慶喜は在任期間はほとんどを京都で過ごしていたため、結局本丸は再建されないまま明治維新を迎えたのね。なるほど、無血開城時には本丸も二の丸もない状態だったのか。その後天皇が京都から下校して江戸は東京となり、江戸城は天皇のお住まい、つまり宮城となった。そうか、だから江戸城に残っていた西の丸が宮殿になったってわけね。桜田辰巳櫓から少し行くと、あそこに見えるのが、桔梗門。太田道灌の家紋が桔梗であることからそう呼ばれているらしいわ。別名内桜田門といって、江戸城に途上した大名は、ここか大手門から本丸に入っていった、江戸城でも重要な門の一つよ。なるほど、だから隣の櫓が桜田辰巳櫓って言われているのか。
現在は宮内庁の入り口になっているから、一般の方は通れないわね。あれ、ここの門ってテレビでおなじみの。そう、ここは皇居の入り口でおなじみの坂下門です。年に数日一般公開されるから、行かれた方もいらっしゃるだろうけど、普段は厳重に警備されていて、遠くから見ることしかできないわね。幕末に甲武合体を実現させた老中、安藤信正がここで水戸浪士に襲われ負傷した、坂下門外の変が有名なんだよな。そうね、それとここで戦後にある事件が起こったんだけど、気になる方は調べてみてください。おお、皇居といえばこれってところだな。ここが、皇居で一番美しいとされる二重橋と伏見櫓ね。二重橋という名称が有名すぎるため、この位置から見える橋がそうだと認識されているけど、あの石橋は正門石橋と呼ばれるもので、本来の二重橋ではないのよ。そうなのか。江戸時代二重橋と呼ばれた場所は、この石橋より奥にあり、現在は正門鉄橋と呼ばれているわ。つまり手前の石橋ではなく、奥の鉄橋の場所が江戸時代の二重橋ってことなのか。現在ではこの二つの橋を総称して、二重橋と呼ぶわけね。なるほど、江戸時代の二重橋の愛称がそのまま現在の二つの橋の総称になったということなんだな。そういうところかしらね。西の丸は幕末には本丸として使われていたから、途上日にはこの西の丸大手門から入り、正門前で下城していたのよね。この大手橋が現在の石橋、そして下城橋が現在の鉄橋の場所で、下城橋は堀が深かったために橋桁が二重になっていたの。それで二重橋ってね、なるほど。そして伏見櫓。これは京都の伏見城から移築されたんだよな。全国から伏見城から移築されたとされる櫓がいくつかあるけど、この江戸城のものもその一つとされているわ。関東大震災でも崩れず今もその姿を残す、江戸城でも最も美しい櫓よね。ここを西に進むと、警視庁の近くなんだな。最後になりましたが、桜田門。おお、桜田門外の変で有名な。そう、1860年の3月24日、時の大老井伊直輔がここで暗殺されたのよね。今の警視庁と法務省の真ん前で、時の総理大臣にあたる人物が殺されていたとはな。事件のことはまた本編でゆっくり解説したいと思います。霊夢、俺は疲れて足が棒だぜ。どこかで休もうぜ。そうね、まんじゅうに足はないから、棒にはならないけど、足が棒になる、は江戸時代にできた言葉らしいわね。というわけで、今日はこの辺で終わります。残りの門は、九段でも行った時にでも解説しようかと思います。次はどこに行くんだ？俺は歩かなくてもいい場所に行きたいぜ。次は両国周辺にしようかと。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか？このシリーズは、主に今までうぷ主が行ってきた、史跡や名所を解説していく動画です。よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけましたら大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。